おお。おお。あーごめん。すごい。美味しいです。本当に美味しいです。こんにちは、カオパパです。尾瀬ヶ原水場小動画の前編ですが、多くの皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。前編はですね、鳩町をスタートして、まずは山の花の研究見本園を見て、でその後はね、ゆっくりゆっくり歩いて花の撮影をしたり、東電小屋でね、美味しいコーヒーを飲んだりして、のんびり尾瀬時間を過ごしました。それでいよいよね、後編なんですが、後編はですね、尾瀬小屋でゆっくりお風呂に浸かって、絶品の尾瀬小屋グルメの数々、そしてね、恒例となった視聴者さんとの飲み会が待ってました。それでは後編スタートです。よし、じゃあ行こう。じゃあどうも、ごさした。どうも。はい。はい、今ね、午後の1時25分ですね。僕はね、ここでアルバイトしてた、まあ、ことで、ちょっと話が盛り上がってね。僕はここでね、バイトしたの21の頃なんで、なんて言うんですかね、建物がね、この建物じゃないんですよね。もちろん、建て直したぐらいだから古かったんだけど。その面影ほとんど今ないですね。当時と何が今違うかっていうと、いろいろ木を切ったんでしょうね。こう見晴らしが良くなったね。だいぶ。よじっぽり方面もね、でかい木があったんだけど、それ、まあ、切り倒しちゃったみたいだし、そう、そんな感じで、ちょっとね、昔を懐かしみながらいろんな話をしてました。おー、すごい。これはすごい。うわー。すごいなぁ。おぉ。すごいすごい。わぁ。はい、ここね、東電尾瀬橋なんですけど、これまだ手すりくっつけてねえんじゃねえか。あ、そうだ。これは、ああ、まだね、手すりつけてないんだね。うん。なかなか、いやー、こういうのも珍しいな。これ初めてだな。で、ここがですね、ぐーっと流れてって、で、この先ね、だから日本海に注ぐんだよね、ここの水はね。はい。で、この橋がね、東電尾瀬橋って言いましてね。まあ、この辺に写真載っけてきますけど、まあ、ちゃんと手すりがあればこんな感じです。はい、ここをね、越えて上を登っていくと、もう見晴らしが見えてきますね。はい。原に戻ってきました。ちょっとした登りが疲れるようになっちゃったよ。おついにね、見晴らしの小屋群が見えてきましたね。はい、火打ちヶ岳、ドーン。はい、火打ちヶ岳はですね、ま、毎回動画で言ってるんですけど、僕がね、数ある山の中で一番好きな山。ね。どうです、この、堂々たる姿。
標高はね、2300ちょっとなんだけど、まあ、北海道と東北地区。まあ、ここね、東北って何で言ったかっていうと、もう福島県なんですよ、ここ。それなんで、まあ、東北、北海道、含めた中でね、一番高い山がこの山です。最高峰の山です。まあ、この山のね、登山動画は、まあ、僕のカッパパチャンネルにいくらでもあると思うんで、もしね、登るときはね、参考にしていただければと思うんですけど。はい、ここがね、東電分岐ですね。まあ、正式名称はよくわかんないんだけど。おっと。はい、ここはね、右行くと、まあ、尾瀬ヶ原で見晴らしに行きます。で、左行くと、この先がですね、向こう側の赤田城っていう、また違う湿原なんですよ。うん。で、その向こうにね、温泉小屋さんっていう、また立派な山小屋さんがあります。まさに温泉小屋っていうだけでね、もう温泉が湧いてるんですけど、その向こう側ね、一応地図上元湯山荘ってあるんですけど、今現在は使われておりません。今日はね、鳩町峠以降ね、まあ、ずっとここまで歩いてきて、で、ああ、カパパーとかね、カパパさんっていう人ね、やっぱりの大勢は多いですね。本当に皆さんありがとうございます。その見てるよとかね、そのカパパの YouTube 見て今日は来たよとかね、それに言われてね、もうものすごくね、やっぱり動画作ってよかったなって思うんですよ。僕もね、仕事持ってますから、仕事やりながらなんですけど、なるべく早くね、動画を出すためには、やっぱりね、夜寝ないでね、編集作業やって、まあ、サムネ作ったりってことも、やっぱりやるんですよね。で、それもこれもね、やっぱり一日も早くね、生の情報をお届けしたいっていう一年からなんですけど、やっぱね、そういうのがね、なんか報われた気持ちになってね、そのお声掛けいただくと、本当にやる気が湧きます。ぜひ一つ応援よろしくお願いします。いやー、見晴らし来たよ、ついに。はい、目の前ね、八代小屋さん、ね。ここも人気ですね。はい、八代清水ね。はい、ここね、もう昔からお世話になってます。はい。はい、こちらね、日の江又小屋さんですね。このひげ熊食堂美味しいです。で、こっちが尾瀬小屋さんね。どうも久しぶり。久しぶりです。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。わあ、久しぶり来たよ。山口くんも待ってますよ。ああ同じ相棒が。はい、ちょっとゆっくりして。はい、じゃあちょっと、はい、お風呂何時でしたっけ。あ、もう始まってます。あ、始まってます。はい、6時まで。はい、わかりました。203、こっちか。あ、ここだ。おお、おうおう、ここは表通りに面したところだね。おお、はい、いいね、いいね。はい、今日はね、203、こちらの部屋です。まず風呂だね。風呂入ってビール入って風呂を飲むでもいいんだけど、うん、はい、じゃあそういうことで今から風呂入りに行きます。うん、いいね。あ、来た来た来た。おお、来ました。
でもなくなる。はい。ちゃんと映ってますよ。大丈夫ですよ。あーうめ山形のお酒あーもうその問題すいませんなんかこう五越同州じゃないですけど隣になったご縁ですいませんいただきますじゃあ乾杯あ乾杯いただきますじゃあどうも乾杯あのちょっと動画撮ってる大丈夫ですかあ大丈夫ですよ大丈夫ですか私は一人で梅酒を飲んでますあもうあのなかなかいいと思うすごいっていうお酒マキリマキリちょっと、じゃあ、感想聞かせてください。マキリ、ええ、あ、どうぞ。僕、うまいかもっとうまいかどっちかしか分かんないんで。あ、スーッと入ってきますよ、これ。あ、ちょっと宣伝させてもらえます。なんか、皆さん、チャンネル見てくれてありがたいです。ありがとうございます。もう、お世話ばっかりですね。毎年ね、お世話ばっかりしてる。あ、今日ね、なんかいっぱい来てるみたいですよ、なんか。うん、チャンネル見てくれた人。あ、みんなでわーっと飲みましょう。だから YouTuber だったんだ。もう嬉しい。はい、乾杯。乾杯。今、やりたいか。有名な YouTuber。乾杯。やったー。嬉しい。あとリシリもいいですね。リシリ。すいません、ありがたく。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃ。じゃあ、ちょっと。じゃあ、写真撮ってから。大丈夫です、動画。どうも。どうも、ご無沙汰。ご無沙汰してます、戦友。ありがとうございます。雪下ろし。お世話になります。こちらからスープを取り。あ、はいはい。はい。こんばんは。はい、こんばんは。お席がどちらですか。はい。はい、うん。あ、ここでいいですか。はい。こんにちは。あ、飲んでますね。もう飲みすぎでしょ。飲みすぎですね。変なやつ。お、あ、メニューが違う。へえ。これはね、なんだろう、まあ、こっちはのケーキですね。わあ、なんかすごいね、いい匂いしてる。でもメニュー変わったね、これね。ああ、そうだね。の、で、山小屋さん、あんまりメニュー変えないけど、ここはすごいね。うん、はい、はい、いただきまーす。小瀬小屋ビール。これ、これでも買ってるね。すごいね、これ。スマッシュポテト。おいしい。計算間違えた。いやいや、これは間違えてるから。うん。やっぱあの小屋っていうなんかあるから。おいしいです。本当においしいです。おいしいですか。いやでもあれですよね。5時間歩いて。うん、この後のこのご飯はやっぱり嬉しいですよね。嬉しいですよね。本当にびっくり。どこの人見たくない。見たくないよ。おお。でも料理人が一番大事だよね。そうですね。ものすごい行事食。写真見ると毎日がレストラン。寝過ごしちゃったよ。酒飲みすぎ。
あのね、ちょっと1時間ぐらい寝坊しちゃったんで、あの巨水林のところにまだね白いモヤが残ってますけど、もうちょっと早いとね、あのモヤがこう白くバーッと帯のようにね、あの草原を彩ってすごく美しいんですよね。でも至仏山ね、もうはっきり見えてますね。あの尾瀬はさ、まあ、どこ行ってもすごくいいんだけど、俺時間帯から言うとやっぱ朝がいいな。うん、まだウグイスのね、ホウホケキョも声が弱々しいし、他の草花もね、やっと目覚ました感じで、まあ、当の人間なんかもね、目こすりながら歩いてる人が多いんですけど、なんかね、いいね、この一日の始まりっていうのは。おぉ、気持ちがいいですね。はい、ここはね、竜宮に向かう途中である、六兵衛堀ですね。ここはいつもね、こんな感じで咲いてます。おぉ、いいね。朝からね、結構歩いちゃってんね。おはようございます。はい、おはようございます。じゃあ豚汁をお盛りいただき、はい、おはようございます。おはようございます。お願いします。はい、うん、はい、すんごいし大盛りで、うん、ストレスです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、ごちそうさま。はい、どうも、さっきです。おっと、おお、わ、おはようございます。おはようございます。いやー、飲みすぎちゃってね。私届かない、私も届かない。いいと思わない？はい、いいですね。そう、背伸びしてるのよ。ありしまーす。大丈夫、立って、大丈夫。もう一枚、3、2、1OK です。ありがとうございます。すご
すが、おぜごや。おぉ、おめでとうございます。うんしてくはい、じゃあ、おぉ、おめでとうございます。おめでとうございます。すごいね、まだ朝7時前だよ。すごい偶然と思って。はい、皆さんとね、感動的な別れをして、おぜご屋さん出発します。いやー、相変わらず素晴らしいね。うん、お、なんかいろいろやってるよ。いやー、さっきね、あのハッピーバースデー、あのハッピーバースデートゥーユーっつってね、あのおぜご屋さんが、あの宿泊者さんがね、ちょうど誕生日だったらしくて、なんとケーキを用意してね、お祝いしてくれたらしいんですけど、ただね、すごいな、その朝だよね、時間まだ7時前なんだよね。まあ山小屋のね、朝7時っていうと、もう全然あの朝早くもなんともないんだけど、それにしてもすごいですね。本当に俺もちょっと感動しちゃった。超感動したね。うん、まあそんな感じでね、本当にね、このまあ山小屋っつってもね、そのおぜご屋さんも他も含めてね、おぜの山小屋っていうのはもう全部素晴らしいアットホームなフレンドリーなところなんでね、ぜひどこの小屋でもいいんだよね、泊まり来てください。本当に皆さん素晴らしい感動お土産でね、帰れると思います。はい、ということでね、まあ、ここ今朝も歩いたところなんですけど、今日は見晴らしを出て、まあいろいろね、遠回りせずにもうまっすぐこのままメインルートを抜けて鳩町峠まで戻っていきたいと思います。で、今回はですね、まあ、例年と違って、まあやめ平も寄ってませんし、あと三条の滝行ったりとか、あと小瀬沼経由で来るとか、そういうこと抜きでね、本当にメインルートをゆっくりゆっくり、ベンチがあれば座るし、美味しいコーヒーが飲めると思えばそこでいただくし、もうのんびりスローな時間をね、楽しんだおぜトレッキングでした。そして最後、まあ常宿のおぜご屋さんで、まあ美味しいグルメを食べて、で感動を味わって帰るという、うまいことがないんですけど、最高のおぜ日和でしたね。ということでございまして、今回もね、動画ご視聴ありがとうございました。カッパパでした。